流し目のスナイパー龍小太郎でございます。久しぶりにこのクレジットをやりましたね、うん、今日はあの横浜で立花劇団に出させていただいた時に約束をしてしまいまして、浅草の8月公演に私が出るという、もう嬉しいことじゃございませんか。皆様ね、こうやって足を運んで感謝の気持ちでいっぱいでございます。ありがとうございます。今日はこの浅草木馬館で出演をいたします。昼と夜の公演でございますんで、どうぞ楽しみにしていてくださいませ。それでは楽屋に行くぜ。さあ、浅草木馬館の楽屋裏でございます。いや、僕も昔ちびたま以前に、小さい頃出させていただいて、あまり変わってません。少し綺麗になりましたけど、状態は全然変わらないです、うん、でちょっと行ってみましょうか。これが舞台でございますね。これが舞台でございます。見てください、木馬館の舞台でございます。いやー、すごいですね。これがね、とりあえず狭いですけどなかなかいい小屋でございまして、さあこれでね、私の楽屋に今日は一人部屋をご用意していただいてるので、いやー、いいでしょう。これ見てください、このカツラの数。いやー、見事でございますよ。これこの狭さですよ。この狭さが廊下でございます。舞台裏でございます。これが大衆演劇の崖でございます。楽しいね。はい、で劇団の皆様は自分たちで、音響をやります。照明もここでやります。すごいですね。で私の楽屋はここでございます。ここで今日はお化粧したり衣装を着替えたりやりますんで、どうぞお楽しみにしていてください。それとですね、今日は内緒ですけど、劇団の総座長立花菊太郎さんが、還暦60歳なんでございます。だからサプライズで後でプレゼントを渡したいと思います。楽しみにしていてください。さあ行くぞ。第3部舞踊賞、第3部舞踊賞、早速の開演です。トップステージお送りをいたします。劇団男女友人のステージお送りをいたします。これから昼の部、夜の部とも精一杯頑張ります。小さい小屋ですけども、なんかすごくこう意味のある懐かしい浅草の木馬館をやらせていただいて、ちょっとねウキウキワクワクしてます。頑張ります。3代目立花大五郎座長と愛美王でございます。私の酒ごよみでね、私の曲で踊ってくださるそう、楽しみでございます。楽しみです。はい、行ってきます。完成時をお願いします。
冬は神崎楽しむ酒は季節のI'm not afraid to die.
の剣道くざくら姿そばにゃにやつしてまでも忍ぶ罪のよ切なかろう今宵孫に見ておけよ俵崩しの得意の一手男の心ならばありがたし。だから
の同志な雪を蹴立てて、よしよし、先生おわしお前やけ、いや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 、エビに書かれた名前こそ誠は杉野の十平次殿、わしが教えたの極意、命を惜しむ七をこそ締め、立派な働き祈りますぞよ、さらばさらばばの右左、アポロ神社はするやつは何人でも落とさんぞ、わしの貨物に石突きついて、私のちょっと得意中の得意で歌わせていただきました。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。はい、それでは、あと2曲ほどちょっと聞いていただきたいんですけど、ゴスペラーズさんに作っていただきました、とてもそうですね、この時代に合ってるんじゃないでしょうか。紙芝居聞いてください。明日また会えるかな、そんな風に手を振れば、あなたが微笑む、それだけで嬉しくて、少しだけ辛くなる、あなたの手のひら秘めた温もりを残して、このままずっと同じ時の中で同じ花咲かせたなら、いつか二人で描いた物語、神様がくれた夢の架け橋、面影の紙芝居、あなたがささやく。今日で前夜祭終わりでございます。誕生日60歳完璧でございます。おめでとうございます。明日です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。では頑張ってきます。最後ラストステージ頑張っていきます。
まずは千秋楽までゲスト出演、今日花太郎くんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。そして龍子太郎さんです。今日は本当にありがとうございました。日々よりお世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでね、はい、今日ね、はい、前夜祭じゃないですか。最後の総長の誕生日前夜祭です。嬉しいことです。そのね、前夜祭に参加できたということで、私、還暦お祝いを持ってまいりました。おめでとうございます。60歳還暦お祝い。多分ね、赤のものが入っております。赤いものが入っております。赤いもの、あ、ごめん、そこじゃない、そこじゃございません。本当におめでとうございます。ありがとうございます。私も皆さん、来ていただいたゲストさんのおかげでございまして、またお入りをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。お友達さんも、おりの3問目をお願いします。はい、それでは分かりました。はい、皆様よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。それでは皆さん、お手を拝借。いいよ。いや、8月公演、無事に本当に終わりました。1日のゲストでしたけども、橘劇団、3代目橘大五郎座長、それと総座長橘菊太郎座長の60歳の還暦の前夜祭に私ゲストで呼んでいただいて、本当に楽しかったです。いやー、歌楽しかったよね。拝見させていただきました。ありがとうございます。精一杯ね、頑張りましたので、まだ橘劇団も関東近辺あるそうでございます。それと来年は九州もあるそうでございますので、ぜひお楽しみにしていてください。それでは私のチャンネル登録、高評価、コメントもいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。どうも、先ほどは、還暦お祝いをちょっと渡しましたんですけど、すぐ開けてくださって、じゃじゃーん、じゃじゃーん、よーい、還暦赤で富士山でございます。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。もうみんなから大好評でした。ありがとうございます。どうもすいません。ありがとうございます。どうもすいません。ありがとうございます。どうもすいません。またよろしくお願いいたします。またありがとうございます。バイバイ。